えどうも、ゆこいです。えー、昨日のハロードリ内で研修生ユニットの新メンバーが発表されましたね。えー、選ばれたメンバーの皆さん本当におめでとうございます。で、個人的には、えー、研修生で注目していた西崎みくちゃんが選ばれて本当に嬉しいです。えー、引き続き応援していきたいと思います。で、本日は新メンバーを含めた研修生ユニット8人のメンバーカラーを予想したいと思います。以前、こちらの動画で4人のカラー予想をしておりますので、まだ見ていないという方は概要欄のリンクからご覧になっていただけたらと思います。 えでは早速見ていきましょう。予想したメンバーカラーがこちらです。はい。えー、キララちゃんがピンク。これは個人的な願望が強いんですが、研修成歴が一番長いキララちゃんにエースカラーのピンクをつけてほしいなというふうに思います。えー、次に石栗ちゃんのオレンジ。これも硬いかなと思います。 もう好きな色として研修生現場では定着しておりますよね。で、デビューに合わせて変えるというのも、ちょっと考えづらいかなというふうに思いますし、えー、やっぱり、ハロプロ研修生北海道の功労者というところもありますので、え、オレンジでデビューしてほしいなというふうに思います。次に、ななみちゃん。え、ピンクにしてほしいっていうコメントが、え、以前の動画でもたくさん寄せられました。私もすごく思います。可愛い,いキャラクターとピンクはマッチすると思います。ただ、 えー、センターカラーのレッドも見てみたいんですよね。キララちゃんがエース、えー、センターがナナミちゃんという構成を見たいなというふうに思いますので、レッドで予想しました。次にマドピーですね。まあ、好きな色のオレンジも見たいんですが、まあ、寒色系も似合う気がするので、ブルー、もしくはシーブルーで予想します。ここから新メンバーの予想になります。 まず、えー、夏目ちゃんなんですが、好きな色が虹色なんですよね。で、虹色に近い色、まあ、これ考えたんですが、絵巡り似合うんじゃないかなと思います。なので、絵巡りで予想しました。次に、えー、西崎ちゃんはパープル。これは自信あります。やっぱ好きな色が紫ですし、色っぽい雰囲気ともマッチしているので、紫で予想しました。次に、広本ちゃん。こちらも自信ありますね。えー、好きな色がイエローですし、元気なキャラともマッチします。 で、去年の実力診断テストの、えー、立ち上がるの衣装が似合いすぎていたので、やっぱり黄色でね、えー、デビューしてほしいなと思います。最後、えー、北原桃ちゃん。やっぱり名前に桃が入ってるので、ピンク系統で予想しますね、えー。好きな色のラベンダーもいいかなと思うんですが、ショッキングピンクで今回予想しました。 いかがだったでしょうか、えー、皆さんの予想もコメント欄で教えていただけるとありがたいです。また、明日はハロステ内でジュースジュースとツバキファクトリーの新メンバーが発表されます。こちらも今から楽しみですね。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイバイ